はい、おはようございます。トロフィー翔太です。本日9月30日緊急事態宣言の明け1日前となっております。2ヶ月半ぐらいですかね、ちょっと休ませていただいたというかね、営業ができなかったんですけどもね、明日から営業再開できるっていうことになりまして、明日のためのね、仕込みと準備をこれからやっていこうっていうね、日になっております。おじさんがただ朝ごはんを作ってる動画となっております。それでは行きまーす。マニア Let's cook it。 まずはお味噌汁をね、作っていきましょう。だしの素、適当にパパッと。サバの水煮、わ、結構敷き詰まってんな。敷き詰まってんがっちり。よっしゃ。あ、でも適当に入れてね、このサバからもね、いい味が出るから。よいしょ。そしてお味噌、よし、これぐらいかね。よし、はい、こう味噌入れてね、固まってるんですけど、これもう溶くめんどくさいから、弱火でゆっくりね、溶かしていきましょう。おい、ちょっと沸きそうになったんでね、これで一旦火を止めときます。アルトバイエルン、朝ごはんの定番ソーセージ。よし、このソーセージに切れ目ね、チュン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 と。反対側もやっていきましょう。グラチロン。朝ごはんがあるんとないんだ、全然ちゃうよな、その一日の気分が。全然違う。贅沢やったらなおよし。自分で家で作ったらね、結構すぐできて安くできるのに買っちゃうね。やっぱ朝一の手間ってすごい手間に感じちゃうもんね。5分がすごいな、早いもんな。うん。ソーセージで、こんなソーセージでも焼くだけでうまいよ。でもなんかやろうとあんまりせえへんみたいな、見たらめっちゃうまそうやんと思うけど、あんまりせえへんな。なんで、なんでなの、なんでなんやろな、焼くだけやん。中火に落としてソーセージがもうある程度ね焼けたら、ここで卵、贅沢に2エッグ、お水を、蒸し焼き。その間にお味噌汁のね、味見をちょっとします。あー、うまい。これで、あの、荒炊きみたいな、なんちゃって荒炊きができる。へー、だから赤味噌やったらもう完璧荒炊きって感じになると思う。今日はね、合わせ味噌使ったんですけど、赤味噌とかおすすめやね。あかー、火を強めて、お醤油ちょん、ちょっと焦がす感じ、これぐらい。ちょっとね、焦がします。焦がし醤油で目玉焼きを仕上げる。ご飯の上に乗っけていこう。まずは、のり玉。でもみんな好きなふりかけをね、かければいいと思うよ。うまうまだよ。まずはお味噌汁からいただこうかしら。うまうま、水煮と思われへん、マジで。うまっ。缶詰じゃないね、これも。うん、うま。朝の味噌汁ってしみるよね。しみるわ、ほんま。ボディー、豪快にいったんねん、こんなもん。
黄身と一緒にね、ソーセージを。うめえ。これ嫌いな人おらんの絶対。ソーセージってなんでそんな美味しいんやろな。うまうま。うん。これ何歳になってもうまいやんこれ。それの食レポしてんのじわじわくるな。え？もうみんな知ってる。うん。みんな知ってるけど。うん。逆にこれいつ食べた？これ見てる人、視聴者さん、お最後いつ食べた？これこんなん。確かに食べてないかもしれない。そうやろ。知ってるけど。知ってるけど。最近食べてない。食べてないやろ。でこののり玉がね、ご飯にありついてね。めっちゃ美味しいね。知ってんねんけど。知ってるやろ。確かに知ってる。知ってんねんやろ。みんな知ってんねん。うん、このうまさ。でも見てたらめっちゃ美味しそう。全然でも食べてないやろこれ。うん。もう何年も食べてない人がいっぱいおると思う。うま。俺自身も久しぶりやもんな。うん、うわうまこのご飯となこの黄身が卵かけご飯みたいになって海苔玉でめっちゃ美味しい。あそっかちょっと醤油も入ってるから。そう焦がし醤油の香りもある。うまそして味噌汁。あ一日頑張ろうと思えるな。ごちそうさまでした。元気なる朝ごはん食べたらもう最高。毎日食べたい朝ごはん。結構ね食べてない人も多いと思うんでね、ぜひ朝ごはんを食べて一日頑張っていきましょう。それではまたよろしくお願いします。ほら。